はい、バーテンダーコモナです。今回ですね、ノンアルコールのモヒートをね、自宅で簡単にできるというのをね、ご紹介させていただきたいと思います。では行ってみましょう。はい、で使うのはね、こちらのタンブラーでございます。これにね、スペアミントがいいですね。茎をね、取って葉っぱだけにして20枚から30枚、これね、ペストルで潰すんですけど、家にペストルない方もいらっしゃると思うんで、こうやってね、ミントこう叩いて香りを出しながら入れてってください。はい、こういった感じで入れました。はい、ではこちらのライム、1/8切れ、これをね、2切れからまあ3切れ入れてください。はい、2切れから3切れ入れてください。はい、そしてシロップをね、大体30ミリぐらい入れます。じゃあこちら自家製のシロップです。でソーダを適量入れます。で味見して、ちょっと酸味が足りないですね。なのでもう1切れ入れます。うん、OK。 はい、で氷はね、できればクラッシュアイスがいいです。もしクラッシュアイスなければキューブアイスでも大丈夫です。はい、でストロー2本刺して、ね、ミントを飾って完成です。ノンアルコールモヒートでございます。はい、ではノンアルコールモヒートいただきたいと思います。うん、さっぱりしてすごい美味しいですね。僕あのモヒート大好きなんですけど、あのノンアルコールでもやっぱ美味しいですね。ちょっとラム入れたいですけど、ノンアルコールでも十分美味しいです。ぜひ簡単に作れますんで、家で試してみてください。美味しい。というわけで今回は以上で締めさせていただきます。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。